ドクターノンケンです。今回はですね、普段この格好で検証動画をやってきていくなと思いますよ。ヒゲがね、非常に T シャツにマッチしております。結構前にハマってたアニメを少し見ちゃったわけですね。そのアニメっていうものがナルトなんですね。皆さんナルトは一回は見たことあるかと思います。はい、ナルトはですね、忍者物語っていうやつなんですね。はい、忍者といえば何を使うかというとこちらなんですね。はい、ちょっと手書きでね、汚いんだけどこちらなんだよ、クナイ。はい、クナイっていうものをね、使ってるんだよ。もう忍者って言ったらね、人殺すのはね、これなんですよ。なんでね、ドクターノムケンは考えたわけですよ。これラケットにできるんじゃねえかと。なのでちょっとラケットにしてみたいかなと思います。これはさすがに誰もやったことね。はい、俺がやるよ。はい、こちらのラケットを使うんですけど、ちょっと見ての通りサイドがちょっとやばくなってるやつですね。はい、ちょっとギリギリやばいやつですね。もうめちゃかくってる。あ、こちらのラケットはね、もうリニューアルしてね、もうすごいラケットに作ってみせますよ。クナイラケットってね、クナイの形になったらもう相当かっこいいはず。なのでこれから検証していきたいかなと思いますよ。はい、では参りましょう。
音楽ハード。いや。はい、ではナルトラケットでちょっと卓球してみました。まあこれっていうか試合は勝てなさそうです。でも一応ねこれね、あの面白いのがですね、あの意外と早いんですよね、このラケット。これもうすごい細くなっちゃってるんですけど、それ細くなったことによってパワーが全部一つに寄ってくると思うんですね。だからここに当たるとめっちゃ速くなるんですよ。なんで結構だからもうドライブした時に結構飛ぶんですよね。なんでここでサーブするとね、もう全部空振りなんで、もうこうめっちゃ真ん中でサーブしないともう全然当たんないですね。結局は平均的に見たらこれもう真ん中に当てるから、もうサーブの変化がやっぱりあんまり出せないっていうのがありますね。うん、でやっぱりデザインはかっこいいね。でもデザインでこのリングをつけたことによってこれで重心がねちょっとね、ちょっとバランスがちょっと真ん中っぽくなっちゃったよね。これ重心ほぼこれがなかったら重心がここに全部こうやって乗っかってこうなんですけど、これをつけちゃったことによってもうバランスがねちょっと後ろにも行っちゃってるんですよ。なのでちょっとこのバランスに慣れないといけないのはありました。でもまあこれ本当にあの使うのは面白いです。これは本当に作ってみて楽しかったですね。うん、楽しいし良かった作って。まあ、結局この作り方はね全部公開しなかったんですけど、ここの下の部分をちょっとこうやって丸く削ったわけですね。丸く少し削ったことによってこのリングがもうちょっときちんと入ると。なのでこうやってきちんと入ってるわけですね。それでこれをどうやってこっちにくっつけたかというと、あのピンを入れたわけですね。なのであと穴を2つ開けて、それでピンを2つ入れて、それでこうやってラケットにくっつけたと、まあそういう感じですね。はい、では検証動画いかがだったでしょうか。久しぶりのあの面白いラケット作ってみました。はい、よかったらこちらの動画をナルトファンにちょっと広めたらいかがでしょうか。はい、では動画終わりたいかなと思います。ありがとうございました。